何です？わからん。予言かな。時のゆりかごに託す最後の希望。波の技術でできることじゃないです。しかも遺伝子の情報には進化の過程を経てきたため、この染色体にはいろんな生物の作用部分がごぞっと入っていて無駄がない。完全無欠の一対なんですよ。二酸化炭素、窒素酸化物の濃度の上昇、紫外線の照射量の増加、緊急連絡。これだけ環境が激変してれば海流丸出しょ。何が起こってもおかしくないでしょ。12,000年前、時のゆりかご、ガメラ。怪獣が出現しました。現在自衛隊が出動しています。ガメラの方が脅威は大きい。ガメラは味方です。これは決定事項なんだ。来た。災いの環境師。ハグ隊、ハグ隊。期待すべきはガメラではなくギャオスの方です。なぜお前がそんなことをしなきゃならん。ガメラは私たちのために戦ってるのだからよ。本当にガメラが最後の希望になってしまった。